久しぶり。めっちゃ久しぶりの放送だけど、なんか、あれだった。もうね、仕事、めっちゃ偉い。慣れた、もう。みんな久しぶりだよ。元気でしたかって感じ。初見さん。どうも。超いる休憩。なんか、バタバタしてて、全然放送ができなくて、めっちゃ申し訳ないなと思ったけど、します。なんか、今日は、雨だと思ってたけど、めっちゃ天気良かった。良かったと思って。やめないよ。やめん、めっちゃ忙しかった。本当に。マジで忙しくて。夜も仕事で。でも、コロナで、店を閉めてたから、夜の、なんていうの？飲み屋街じゃないの。そこはよく、山？自然。仕事場。現場。めっちゃ現場。現場の。めっちゃ麺が伸びてる。汁がほとんどないもんね。仕事してるわ。ニートじゃないわ。仕事三昧よ。こう見えて。仕事めっちゃ働くんで。だけど、今は、もうね、休憩。岐阜の山ん中。岐阜って山しかないよね。岐阜って山しかないと思う。で、聞いて。うちね、多分ね、太ったんだよ。みるみるうちに太ってくんだよ。食べるもんで。食べれば食べるほど太ってきます。そりゃそうだ。ね、ようやくね、そのバタバタが落ち着いたから。配信できるかなと。元気じゃなかったけど元気になった。マジでめっちゃ忙しかったの、本当に。でもね、配信とかも言っとる場合じゃなかった。暑い。マジで。もう配信とか言ってる場合じゃないの。ごめんね。やめてないよ。やめるつもりもないし。やるやる。全然やっていくけど。暑いのよ。暑いのよ。暑い。めっちゃ暑い。もう天気良すぎて。ありがたいけどね。雨の。あ、日焼け止め買いに行ってこう。こっち寒い。寒い？
何県？今は土方。土方してるけど、もうちょっとで、ダンプ乗る。ダンプに乗りたくて。けど土方が楽しくて、どうしようって感じ。曇ってる。いや、なんかね、天気いいと、暑い、でも気温が、あ、そっちね。そっち曇ってんの？こっちめっちゃ暑い。うん。ダンプ。ダンプに乗ろうと思っている。ダンプも、かっこよくない？あ、なんか飛んじゃった。うわ、携帯に飛んじゃった。めっちゃ飛ぶんだよ。見ようか悩んだけど放送しようと思って放送した。免許ね、取りに行くの。4月。だから、4月の、4月の、1ヶ月間かな？だいたい1ヶ月かからんかな？え、マジめっちゃ映ったよね。めっちゃ映ったよね。あ、なんか、わかんねえんだよ。ちょっとめっちゃやばいけど、マジ、汁がないラーメン。めっちゃ熱い、えぐい。カップ麺似合いますね。CM 出るよ。嘘。似合う？マジ。マジで。恥ずかしいな。めっちゃ恥ずかしいとは思ってないけど、カップラーメンうまいよ。うまいし、安いしね。どうやろな。うん。なんかさ、原田も買ってんの見て。いつもこういうのに、この中に青じそなりごま入れたりして食べてるんだけど、カップラーメン買っちゃうとさ、もうさ、あれじゃん。カップラーメン先に食べなきゃいけない。野菜先食べたいのに。牛は、俺は牛南自動車学校卒。牛南か。地位はね、違うところ。サラダから食べ、分かってるよ。食べなきゃいけないことは分かってんだけど、もうね、そうするとね、麺がね、もう、こうなっちゃうの。本当に汁がない。全く汁ないね、これ今。私、食ってんのに。ラーメン。また来るよ。ありがとう。休憩ね、一人の時は、配信してる。てかする。待ってるね。あ、パパ！パパ！パパ！久しぶりや。喫茶店でなんかバイトしたことないよ、私。一度もない。お肉屋さんなら働いてるよ、バイトとして。いるいる。うん。うん。めっちゃくちゃ久しぶり。めっちゃ久しぶりの配信だもん。そう。配信しようと思って。忙しかったもんね、マジで。ごめんね、待たせちゃった。めっちゃ忙しい。ほんと忙しかった。ごめん。
ビッグ食ってんじゃねえよ。だから太るんだよって。けどさ、もう、ビールからもう汁がないの。本当に。困ったもんだよ。でもさ、これ、いいバッグじゃない？なんか、すごく木ばっかで。木ばっかで。そうなの？マジ？やっぱそうした方がいいのかな？知らなかった。そんなことなかと。パパありがとう。パパ。だってさ、外仕事でさ、メイクなんかできんじゃん？別にできるけど、めんどくさいもんでさ。汚れるとか考えると、ち、絶対やりたくないもん。メイクが。めんどくさいもん。何、意識するのもめんどくさい。日中し、女捨ててるもん。うん。でもこいつらだけ残しとか。なんでやろうな。別に残さなくてもいいのにと思うけどさ。うん。保険ではないな。あれはこう。ああ、なんか久しぶりだな。アイテムもらうの。ありがとう。嬉しい。そっか、柏餅か。あれ、これ何だっけ？あれ、これ柏餅じゃなかったっけ？どういうこと？ねえ、どういうこと？ベックがおらんからってこと？ベックがおらんから静かだからってこと？それとも自然が見れるからってこと？うん！ありがとう！何この柏餅。ありがとう。食べたい。食べたい。個人的に食べたい。桜餅、初見ではないなって。初見ではないな。けんね、ち、ある程度の人覚えてんだけどな。そっか、前回バレンタインだったからさ、バレンタインが最後だから、1ヶ月ぐらい経つかな？ん？経つか。バッグが綺麗ね。本当よ。ほら。全部どこね、どこにね、どこを写してもね、もう見て。山。山、みたいな。どこを写しても山なんだよ。ここはね。田舎だから。田舎さんだからしょうがないよ。暑い。ねえ。ふう、くたくたぞ。食べる時間が早いときはもう寝る。極力に50分まで寝ようかなと思うけど、もう40分じゃん。でも今日、ダンプと重機の運転だから、まあ、
日焼けすることはないと思う。アルバイト違います。違います。正社員です。でもさ、脱いだら脱いだで、着るときがめんどくさいですな。とにかくのめんどくさがりや。私は、めんどくさがりや。ガテン系なの？どう見える？清楚に見える。清楚目指してたんだよ、こう見えて。清楚目指してたのに、見えません、みたいな。見えませんって何？みたいな。清楚目指してます。なんかこの前髪も伸ばしたもんでね。変わったでしょ？雰囲気。何？ダンプだと他県も行く。行かーい。おっと、地元の。行かない。他県は行かない。行くことない。他県なんか行ったら、まあ行ってもいいんだけどね。給料、まあいっぱいもらえるなら。給料いっぱいくれるなら行くよ、全然。あ、行きます、行きます。行くけど。でもさ、眠くなりそうじゃない？運転、長距離ドライバーとかすごいもん、なんかやっぱり。こういうことしてないと絶対無理だもん。現場行ったらおっさんたちが鼻の下伸ばすんだろうな。みんな優しくはなる。みんな優しくしてくれる。なんか、珍しい。あれ？どう？聞こえる？聞こえない？こえた！うーイェーイ！うーイェーイ！あ、ちょっと待ってね。これね、私も仕事だから自動延長されるとね、仕事行くなって言われて。まあ、重機と運転だけど、積み込みしてって感イエーイ。なんだかんだ喋ったで、もう、ありゃ満足じゃん。そんとこそんとこの現場による。お仕事頑張ってね、ありがとう。例えば、現場に5時までいました。そっから会社に帰ってくるまでの時間が、例えば40分とかだったら、5時40分に会社着いて、そっから準備して、だから6時ぐらい帰るの。けど、今、現場から会社がめっちゃ近いから、もう4時とか4時半に帰って、で、ちょっと準備して、だからもうマジ5時とかに帰れる。イェーイ、重機の免許も？重機の免許が何？重機の免許あるやつとないやつがある。
大変だよね。わあ。車の間入れてたんだけど。あと9分だって。早いな、やっぱな。眠いしな、マジ。めっちゃ眠って、どうしよう。どうしよう、めっちゃ眠い。そうだよね。マジ食べたら眠くなるのさ、この負の連鎖やめてほしいよね、マジで。食べる、眠い。食べる、眠い。しまった、重機の4号やろ。あれ？食べたら眠くなる。じゃあ、寝たらお腹すく。もうさ、デブのルーティーンって言われちゃうね。マジで。眠たい。夜は何してるの？とね、今日からちょっとね、お肉屋さんのバイト行って、今日からマンボウが終わったから、終わったっていうか、一応さ、再開するじゃん、もう少しで。やむね、今週の土曜日から。っていうことで、今日の夜から、バイト。お肉屋さんのバイト行って、今まだマンボウ出てるから、8時まででしょ？ 8 時から9時に帰って。明日は、ね、団子屋さんしてるんだけど、明日お休みもらう。だーん。明日はね、ちょっと、久しぶりに休みっていうものを取ろうかと思って。週7で働いて、夜も働いてるから、明日ぐらい休んでもいいかな。寝て、寝て、眠いんだ。私は眠たいんだと思ってさ。寝かせてくれーって感じで。明日の団子はお休みもらいました。あ、3件ね。3社掛け持ちしてる。ここが本業で、夜と団子はバイト。よく働くね。お金が欲しいので。お金がね、ないとね、せっかせか、あ、何しろよとろとしたら、せかせかしちゃうよ。気持ち的にね。今までいっぱい遊んだから、今、それの、何、お返、わ、お礼じゃないけど。バチが当たったんかな、みたいな。もうちょっと稼いでさ、いっぱい稼いできたんだから。コツコツさ、あれしとけばよかったものを。使っちゃったんだよ、全部。お口でして。お口でして何を？あ、今何の会話しとったか忘れてまったね。焼肉屋、焼肉屋っちゃ焼肉屋。焼肉屋。焼肉屋です。本当に、マジで。居酒屋とかでも、ただの焼肉。この、何、ちょっと高い焼肉屋さんみたいな感じ。汗かいた、今日かかん。今日かくことない。汗はね、今日は確かに暑いけど、結局、乗り物ばっかだよね。なんか、ダンプ乗って、重機乗るみたいな。
マジで無理。あと4分じゃん。4分したらち仕事行かないし。マジ眠たい。マジで、なんか、平和だなぁと思う。静かな町屋で。ああ、ありがとう。ハートもらった。ハートもらったよ。これでチーム午後から頑張れる。今度いつ配信？だね、今日の夜できたらした。あ、今日できんわ。今日分かりやった。明日、とりあえず、明日休みやで、月曜日か。月曜日放送します。月曜日から、ちゃんと放送するようにする。月曜日の昼は仕事の休憩が一人の場合の配信で、夜は全然もうオフな状態で配信する予定です。だから、来てください。ぜひ。ぜひ来てくださ。わあ、ありがとう。待ってまーす。よいしょ。眠たくてぼーってしとったの。ギフトもらえたから。元気出る。もうね、元気が出るんだけどね、眠たい。やばい、仕事行かねばならないみたいです、皆様。あ、今日は日焼け止め。買ってかんくていいし。でないと夜も持たないよ。そうなんだよ。けども、よいしょ。休憩終わるんで。眠たいね、眠たいね。昼寝は大事。マジでそれ。実況できなかったからな。今日でも明日休みも取ったから大丈夫。大丈夫。眠たい。おー、はい、ずっと寝れる。じゃないかって思うほど眠たい。みんなありがとう、来てくれたの。お昼に。サンキュー。また来てくださいな。木運んでないよ。木運んでない。木とか関係ない。土方やから。そう。ね、U 字工とか、なんか、ブロックとか、そっち系。そうそう。ブロック積んだり、U 字工変えたりとか。そっち系だから、木は関係ない。土砂とかね。いや。ありがとう、皆さん。来てくれてありがとうございました。じゃあ、みんな、また会いましょう。みんな、バイバイ。みんな、バイバイ。